5月には春の運動会がありました。玉入れの様子を掲示にしています。実際の子どもの手形を取って、新聞紙などいらない紙に写しました。それを置いて水溶き絵の具を上から吹きかけています。重なりの部分は上になる部分を取って少し重なりの部分に吹きかけて境目を作っています。赤、青、白の旗は去年作ったものです。藤の花を今年新たに付け加えてみました。来年はこれを増やそうと思っています。足元にあるあやめの花は去年作ったものです。来年はもう少しこれを下に下ろして上の方に藤の花が来て、イメージの変わったケージにする予定です。青、赤、白に分かれて競技をするので3色色を変えて作っています。